んコカ・コーラ社が絶対に知られたくない黒歴史その1麻薬中毒者が作った黒い飲料その名はコッカ・コーラ。えーっと,ですね、ということで,です、ね、麻薬中毒者が作ったという話なんですけども今年1月にです、ね、僕はあのアトランタに行ってきましたアトランタの中心地のです、ね、元オリンピック会場 の隣にですね、ものすごいいい場所にこのコカコーラ博物館があります。中ではですね、コカコーラをはじめですね、いろんな飲料が飲み放題です。で、アトラクションの最初はですね、コカコーラクイズってやつがあるんですね。で、コカコーラクイズが出てきてですね、クエスションワンって書いてあって、コカコーラが創業されたのはいつだっていう創業年度をいきなり聞かれるという、ね、マニアックなクイズで、まあ、正解はもちろん一のですね、え八百八十六年なんです。 じゃあ、なんで年ななのか。なぜアトランタというです、ね、アメリカの言っちゃえばです、ね、何もないようなところで,です、ね、コカ・コーラが創業されたのかそこから話をしていこうと思います。えー、1886年、この時代アメリカはです、ね、建国以来最大の国難と言われたです、ね、南北戦争が終わったところです。南北戦争、1961年から年。か、え、ら、ー、奴隷制をどう思うかという考え方の違いで,です、ね、南部の11州が合衆国を脱退し戦争になったと。 ま,あまるであの今の,あのブレグジットイギリスが EU を脱退するみたいなもんですねでこれが南北戦争なんですけども、まあ、シビルウォーというふうに言いますアベンジャーズのシビルウォーと同じもちろんこれが元ネタになっているわけですねアベンジャーズではですね強すぎる力は責任を伴うとその責任を個人が取れるかと。 でそういうのは取れない民主主義の判断に従うべきだと考えるトニー・スタークとアイアンマンたちこれはアメリカの民主党みたいな考え方を代表していますでそうじゃない強すぎるパワーであってもそ,のそれぞれの個人が責任を取るべき個人主義に戻るべきだっていうキャプテンアメリカたちはです、ね、共和党的な考え方の上に乗っかっていますなのでこういうです、ね、2つのどっちが正義とも言えない考え方の対立でですね対戦したシビル・ボーというのはですね 根本の考え方というのかな、この対立というもの自体が価値観になっているんですね。で歴史上のですねこの南北戦争は1961年という日本の幕末に始まって、まあ、4年間で終わりましたその決定弾になったのがですねアトランタ攻略戦ですアトランタ攻略戦はですねまあジオンで言えばですねまさにジオン本国みたいなもんなんですよ。で テネシー川っていうのがですねあの、まあえー、ジョージア州の境に流れてテネシー川というですねア・バウアー空要塞を抜かれたです、ね、時点でもうね南軍の、ね、敗北は決まっても同然なんですね太平洋戦争でいえば東京大空襲が始まったみたいなもんですアトランタは北軍のです、ね、最終目標地点で1864年11月にですね北軍がアトランタに火を放つ街中に火を放ってですねついにアメリカ連合国いわゆる、えー、南軍は降伏しました。 でそしてコカ・コーラが誕生する1886年というのはです、ねまあ、それの20年後ぐらいなんですけどもこれね10年間ぐらいアトランタって焼け野原で本当に何もなかったんですでそこから新しく生まれ変わったアメリカようやっと1つにもう1回なったアメリカが国民にアピールするためにアトランタの町にです、ね、史上最大の復興予算が注ぎ込まれてです、ね、廃墟となったアトランタというのが一気に元の姿よりもです、ね、ずっと華やかで派手な姿に生まれ変わりました。 で、そのまあ時代なんですね。で、すみません、まだちょっとこれ、あの。なんでアトランタなのかというのを説明するための前振りなんですけど、南北戦争は。二つの産業、アメリカに生みました。一つはですね、新聞です。新聞はですね、まず南軍北軍の、まあ。 一番最初は意見を戦わせるため「風と共にされるの」という映画の中で,です、ね、冒頭にいろんな男たちがどっちが正しいかどういうふうにするべきかというのを激論してるんですけどもああいう激論が生まれた土壌というのはアメリカに新聞というのがです、ね、広がったからで新聞は同時にです、ね、今どっちが勝っているのかとかです、ね、あとあの今どこまで攻め込まれているのか今どっちが有利なのかというのを報道するためにもみんなすごい読みました。 そういう新聞なんですけど、その新聞のスポンサーだったのがですね、バイ薬,薬品なんですね。薬を売るっていうのがですね、その当時、新聞と一緒にアメリカの大産業になりました。で、当時の新聞はですね、もう本当に一面こそニュースが出てるんですけど、二面からですね、ずっと薬の宣伝ばっかりなんですよ。それも怪しいですね。インチキな薬ばっかりです。で、それは何でかっていうと、まあ怪我とか病気の対応なんですね。いわゆる土地が広くて医者が少ない。 しあと戦争で,です、ね、大怪我をした人が多いとだから紙面の半分以上がそういう怪しげな薬のです、ね、広告ばっかりが載ってたとでもともと南部のアメリカっていうのはですね、まあ、奴隷制なんですけどもいわゆるあの上品な国として知られてたんですね南部美人といえば、まあ、いわゆる強女と同じでアメリカの男性の憧れの的ですその象徴であるアトランタがですね一気に焼け落ちて再建した時はアトランタはですね その前に住んでた人が「あれ?」って思うぐらい金の町いわゆる背金主義のビジネスというよりは何だろうな怪しい薬を儲けるって儲けることばっかり考えている金の亡者の町になってたんですね。 経済的には貨幣はあんまり流通してなかったんですその代わりに奴隷経済で人手はいっぱいにあってです、ね、その人の手による豊かさというのがあったんですけども、しかし南北戦争の復興後はです、ね、お金による豊かさというのがです、ね、大躍進しました。で当時のです、ね、あと南部のです、ね、牧師さんの説教のフレーズはとにかく豊かになること金持ちになることは神の御心にかなうといわゆる 我々、南部が負けたのは本当に負けたんじゃないこれから南部のやつらの魂を見せてやれと北部のやつらよりも金持ちになるっていうふうなことで見返してやれということをすごいアピールしてたんですねでアトランタはそういう背景主義のアメリカ新しく生まれ変わった背景主義のアメリカのです、ね、中心地でした。 でその当時のアトランタではです、ね、金を稼ぐことはもう全部正しかったんですよ何やってもいいとでそこでインチキ薬の総本山になったんですねあの当時本当に毎週何十種類というです、ね、新薬が発売されましたリュウマチが一口飲めば治るとかです、ね、子供ができなくても3日後の薬を飲んだらです、ね、あっという間に次の次には妊娠するとかです、ね、目が見え,なくても見えなくても治るとか耳が聞こえなくても治るとかです、ね、ものすごいです、ね、嘘の薬頭が悪いなら薬を飲め力持ちになりたいなら薬を飲め 痩せたいならこの薬太りたいならこの薬っていうのが連続アメリカで発売されるこういうインチキ薬の大半発売元っていうのはその当時の新聞広告を見たらですねアトランタが発売元になってるんですねでそれを売り出すために新聞広告を利用したので、まあ、さっきも言ったようにアメリカの新聞広告の半分以上が薬品の広告それも町の医者が勝手に作った 何だろうな、薬効もろくに確かめてないような噂話だけのそういう新薬が出てきたんですねで医者が少なく国土も広いので売薬産業薬売る産業というのは今でいう IT ブームのような国家産業になりました薬は何もかも解決するそういう時代だったんですねでその時代にですねコア・コーラはですねこのインチキと金儲け主義の町アトランタにですね1886年にさっき言ったように生まれましたちなみにですねコアコーラ社が あのジョージア州アトランタ市にあるので,です、ね、あのコカ・コーラ社が出している日本のコーヒーのブランド名もジョージアというんですねジョージアコーヒーというのはあれジョージア州で豆が取れたからでも何でもなくてコカ・コーラが発売しているからジョージアです。 まあ、これは関係ないんですけどで。よく知られているようにコカ・コーラは最初はです、ね、薬として売られました、えー、それもです、ね、食欲不振や頭痛体調不良や二日酔い神経痛や男性の不能回復とかです、ね、もう思いつく限りのありとあらゆる素晴らしい効能があると <laughs> 発明者のです、ね、ジョン・ペンバートン博士はです、ね、広告の中で訴えました。ペンバートン博士はです、ね、そこまで言い切った理由は2つあります。 この人真面目にコカ・コーラのことを信じてたんですよこれは他の偽薬と一緒にしてくれるのはコカ・コーラすごいんだぞとなんせ南米から取り寄せた当時最新のアルカノイドコカの歯というのを使ってるとそれは他のインチキ薬とは比べ物にならないほど効き目があったんですね元気のない男はたちまち働きだしたし毎日毎日頭痛を訴えていたご婦人もですねたちまち朗らかになるその朗らかになりますよコカインなんだから。<laughs> もちろん、それはコカの葉に含まれるです、ね、コカインのおかげなんですけども、当時のコカインは非合法な麻薬ではなく、逆に世界を救う究極の薬品というふうに言われた。そういう時代なんですね。でこれが二つの理由の一つ目です。もう一つはですね、このベンバートン博士が素晴らしい薬だ、万能薬だと言い切った理由の二つ目なんですけども、ベンバートン博士自体にですね。実はこう未来がなかったんですね。博士はですね、南北戦争で受けた傷の痛み、この人自身も南北戦争で受けたですね。 傷の痛みが深かったんですよでその痛みをです、ね、和らげるためにです、ね、モルヒネの注射を毎日打ってたんですねでモルヒネの注射を毎日打ち続け本人が重度のモルヒネ中毒者になってたんですよであのベンバートン博士自身もう残された寿命は数えるほどもなかった実はこのコカ・コーラを発明して2年後に死んでしまいますその寿命が尽きるまでに、 なんとか自宅にあるです、ね、化学薬品工場をもっとちゃんとしたものにしてコカインをを使っったたた、ね。究極の薬を世に出ししいと思ってましただからコカ・コーラ社がです、ね、あの絶対知られたくない黒歴史その1っていうのはコカ・コーラを発明したのはです、ね、この麻薬中毒で,です、ね、死にかけているこの人漢方医なんです、ね、漢方薬の医者だったのは漢方医だったというふうなことだったんです。ということで分かったかなタオル君。 うん、つまり麻薬中毒者が麻薬を成分とするドリンクを作ったのだまあそうだけどね言っちゃったね <laughs>、えー、これがコカ・コーラのですね黒歴史その1でしたじゃあ次その2行ってみようかベンバートン博士ね超面白いんだけどな